えー、こんにちは黒田和之です。今日もごご視聴ありがとうございます。今日は3連のアクセントシンコペーションブックの読み替えについて、えー、やっていきたいと思いますが僕は音符を、えー、1から15までで考えています。なので、えー、とその説明をしていくんですが3連符ってね奇数になるんで要は2つで6個にしてしまって形にしないと要は 手が逆転してしまうので6個ずつで考えてるんですねなので2拍ずつ進んでいきますその2拍の塊を1から15、えー、厳密には0もあるので要は音符がないってやつね、えー、っていうのもあるので16個になりますでシンコペーションブックの1段目はこれができるとスラスラ読めますで、3段目がちょっと読み替えで注意なところがあるんで、えー、ここをちょっと解説していきたいと思いますでは始めていきましょう まず番ですね、これどういうふうに考えていくかっていうとこの音符のあるところにアクセントが要はここ3連符ねでこう3連符の真ん中はアクセントがなくて裏拍はこの3連符の3つ目にアクセントをつけていってそれを4つのストロークでダウンとタップとアップとフルとこの4種類でつなげていくってことなんですがこれ1個ずつ練習しておくのが大事です。まず1番ねこれはゆっくりやるとダウンタップタップタップアップタップダウンタップ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 ダウンね。 タクツツクツ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 タというふうに聞こえます。二番ね、ダウンアップタップ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 ダウン。タクツ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 タクと聞こえます。次は、フルアップダウンダウンアップタップフルアップダウンダウンアップタップ。こンね、タンタタ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  四番、フルアップダウン、フルアップダウン、フーアップダウン、フーアップダウン。これは、タンタ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 タタンタタンタというふうに聞こえます。五番、ダウンアップタップ、フルアップダウン、ダウンアップタップ、フーアップダウン。これは、タンタンタタン、タンタタン、タンタタンタンタンタと聞こえます。フルタップダウン、アップタップダウン、フルタップダウン、アップタップダウン。ここね。

え七、ー、のダッシュって書いてありますが。がこれは何かってと音符で言うと二番なんだけど。二番にタイがかかると、前の音符が長い音符で表現するんだけど。ここの音符自体は、そこは休符として考えるので、七と同じになりますよね。だから二のタイは七ダッシュっていうふうに考えて、覚えてください。さあ、次八番ね。次は、フルタップダウンタップアップタップ。フルタップダウンタップアップタップフル。これね。タンタ、タンタ、タンタ。 と聞こえます。次はタップアップタップフータップダウンタップアップタップフータップダウンツクツタンタ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 というふうに聞こえます十番ここねダウンタップタップこうアップアップダウンダウンタップタップアップ左から上がってて左から落ちてい感じこれタクツツクタタクツツクタタクツツクタタククツツタタと聞こえます十一番今度はアップアップからアップアップダウンダウンタップ タップアップアップダウンダウンタップタップこえますこれもね、えー、8番のところはここの「S」って書いてあるのはショートノートっていう意味で僕は考えてるんだけどここの音符が9符であれなんであれこう読み替え一緒になります9番もここ「タイ」タイがかかってくると5番の「タイ」は9ダッシュです11番ね3番の「タイは」は、えー、これは、えー、11ダッシュというふうに考えてくださいでは12番ね 12番とかになってくると読み方がここ短いショートノートもあるしタイノンもあるしって考えると4つ出てきます14番も4つ出てきますね14番もねでも結局読み方一緒です全部ねだから今度はアップタップダウン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 これねクタた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 クタくたたたというふうに聞こえます13番これちょっとややかしい

15番は「タップタップタップアップタップダウン」「タップタップタップアップタップダウン」「チュクチチュキタ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 チ」っていう風に聞こえます。っていうふうに覚えてしまえば読めていくのねスラスラと2個ずつ読んでいけるあ見たことあるな。 3番のとこはこれ2214146まではいいんだけどこの6と12に分解しなきゃいけない音符があるんですがこれねこれ一応違反でではあるんですねここ本当は6番の音符2つでタイがかかってる方がいいんだけどえっとイマジナリーバーラインって言ってねこれは4分の2が2つで合成してるって考えるからここを音符でまたぐっていうのはよくないんだけどこれよく見ると最初と最後だけが 分分音音符符でであと全部4分音符でしょそうすると最初以外は全部裏って考えれるわけそうするとそれでインプットしてしまうと1小節でパッて見て規則的だから分からりやすいよね要は読みやすければ別にその限りではないわけですよだからこれに関してはもう覚えてしまうそうすると6と12で覚えるでそしたら後半の方そのこっちの方こっちは8分音符が9分になってるだけだから12と1412と14っていうふうに パッて見て覚える。まあッカカカカカっていう決めとかこれ毎回なんかこうタイかけてたら逆に読みにくいし「ウカカカとかよくあるでしょこういうこういうやつねだからこういうのはこ,この2つはすごくよくジャズで出てくるので覚えてしまいましょうということでございました、まあ、最初にやらされたジャズのエチュードでめちゃくちゃよくやるしめちゃくちゃよく使うんですねこれができるとすごいただこれ結構時間がかかるなので僕先3ストロークを教えちゃいますだけど、えー、これすごく最初に僕は、えー バークリセスメソッドで一番最初に教えられたやつなんでこれはもう頑張ってやるしかないですねだからこう一個ずつ分解してちょっとずつ基礎練習しておくとスラスラ読めていくので最初から無理して読んでもそれもいいんだけどこうやって分解して読むっていうのは僕的にはおすすめでございますというわけでえ頑張ってやりりりままままししょう。う本日は以上になります。最後までごご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。 今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方はいいねボタンを押してくださいチャンネル登録の方もよろしくお願いします私のメールマガジンがありますので詳細の欄から URL がありますからそちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください毎日僕からメールが届きます ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて、毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは、今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和之チャンネルでした。